ある著名な美術評論家は、次のように書いていてます。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ける人々や動物の様子が描かれている。 左下で倒れている人物はピカソ自身であるというなお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。 According to Sumerian literature, it writes about Enki as follows. Grandiloquent lord of heaven and earth, self-reliant, father Enki, engendered by a bull, begotten by a white bull, cherished by Enlilu the great mountain, beloved by holy En, king, mystery planted in the Adabu, rising over all lands and so on then therefore since then bo is a symbolic animal which depicts enki grandiloquent lord of heaven and earth pablo picasso painted enki bo at the left top corner of mural gerunica シュメール文学によれば偉大な天と地の神通行で父なる縁起はウ牛からウ牛によって生まれたとありますこのことからウ牛はしばしば縁起つまりプロメテウスの象徴的動物として使われるようになりましたまた星座においてもオリオン座の隣がウ牛座になっていますそのオリオン座を模してギリシャ彫刻では プロメテウス像が作られ、続いてその隣の星座、つまり牡牛座を模してミトラ像が作られています。ミトラは牡牛、つまり塩基、つまりプロメテウスを倒して、その位につきます。ギリシャ彫刻では、ミトラは牡牛にまたがり、牡牛の首に短剣を突き刺していますが、その牡牛を塩基、つまりプロメテウスと考えると。 なぜその像がそうなっているかその謎が解けますミトラはお牛つまり遠鏡を倒してその位についたということですがそのミトラの流れを組むのが現在のフリーメイソンということになりますそのお牛がパブロ・ピカソの絵の左端上に描かれています「広島林・浜松市ジャパン」 パブロ・ピカカソのゲルニカです。左上にお牛が描かれています。なぜこんなところにお牛が描かれているのでしょうか。つまりは、お牛イコール塩基エア、ギリシャ名プロメテウスの象徴的動物ということになります。そしてメソポタミアでこのようなアーティファクトが見つかっています。これはライオンのように見えますが、 まあ結局、この像はですね、牛であることが分かりました。前足を畳たたんでいます。ですから、これはお牛、つまり、塩気ボルということになりますま。このような形で、塩気イコールお牛、お牛イコール塩気として表現されているというわけです。つまり、パブロ・ピカソのこのゲルニカの左上に描かれているのは、塩気エア、つまり、 プロメテウスということになりますそういう視点でもう一度日本の狛犬を考えてみてくださいバイフォーナウエストコマイヌガーディアンスタチュース Jake Davis writes in his website that komainu sometimes referred to as lion dogs the guardian statues that can be found guarding the entrance to shinto shrines as well as temples or even secular sites come in a massive variety of styles shapes and forms and also, Jake Davis writes that, Komainu come in pairs, often one male and one female, though male-male pairs are not uncommon. Sometimes one will have a single horn. In the Heian period, these were called Komainu, and the hornless ones were called Shishi. Lions, though nowadays both are referred to as komainu. No, 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 no! They are not guardian dogs, but deities themselves. Enlil and Enki, by Hiroshiyashi Hamasuri Japan. Komainu wa inu dewa arimasen. 神、つまりエンリルとエンキでした。バビロニアに残るバウンダリーストーンです。今から約3500年前の境界石です。その境界石にはエンリルとエンキが刻み込まれています。 まず皆さんにそれをしっかりと確認していただきたいと思いますエンリルですそしてその向かって右側にいるのがエンキですエンリルとエンキですこの文様に注意してください何やら屋根のようなものが描かれていますが これは屋根ではありません後で詳しく説明しますが神殿ですその神殿の両側に鎮座しているのがエンリルと塩基ですシヒ林宏説ですいろいろな名前が付けられていますいろいろな説明がなされていますしかしこれはエンリルと塩基です独特な、 ヘルメットつまり帽子をかぶっている点に注意してくださいそのヘルメットイコール帽子が一致しますえつまり犬ではなくてここに鎮座しているのはエンリルそしてエンキの神ということになりますそしてそのコンセプトは英国王室ともつながっています英国王室の紋章です 向かって左側にいるのがエンリルライオンですそして向かって右にいるのがエンキユニコーンです頭に角がある点に注意してくださいそして左右反転していますがそのコンセプトはそのまま日本の狛犬へとつながっています五福島です左が エンデルということになります。右がエンということになります。頭の上に角がある点に注意してください。こうしてエンリル、エンは日本の狛犬へとつながっています。向かって右側の狛犬の頭に角がある点に 注意してくださいまたその点を確認してください日本の狛犬は犬ではありませんつまりエンリル延期の神を表していますそしてそのコンセプトはミトラ教の神事の様子とも一致しますミトラ教の神事の様子を表した絵です向かって左側にいる ライオン神の神これがエンディルということになりますそして向かって右側の三角の形で示されているのがエンキということになりますこの三角の形は現在のフリーメイソンあるいはイルミナティのマークとも一致していきますエンキすなわちプロメテウスです続く動画をご覧いただく前に もう一度この写真を上下見比べてみてください上段上左がエンリルです右がエンキですえつまりバウンダーリーストーンに表現されているエンリルエンキの模様はつまりは神のかぶるヘルメットであったということになりますその形が一致していますでは 続く動画をどうかご覧になってください。Doga, Doga, Bye for now. Japanese Koma Inu or Guardian Dogs as Enlilu and Enki theory. Is this God on your left side, a lion or a bull. The forefeet of the God on the left side holds his forefeet like a bull, which indicates that this statue was created on the basis of a bull. 折りたたんでいますえつまりこの左の像は牛をモデルにして作られた像であるということですえ続く動画の中ではライオンであると表現していますけれどもやはりお牛と判断しました Wikipedia writes as follows, Koma-inu, often called lion ducks in English, are statue pairs of lion-like creatures either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines or kept inside the inner shrine itself where they are not visible to the public. The first type, Born during the Edo period is called Sando koma inu, the second and much older type, Jinnai koma inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs and koma inu literally means guardian dogs. it is also widely believed in academic society they are from china. ahiroshi hayashi claimed that they are enlil and enki, the gods both in sumer and japan in ancient times. here in this video you see its evidence and Proof! 駒犬は犬ではありません。エンリルとエンキの二人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか今日は改めてその狛犬について検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかった狛犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣つまり、 動物です。これは現地の研究者によれば延期ということになっています。地球の支配者延期であると。が本当にそうでしょうか私の見たところどう見てもライオンです。縦紙がしっかりとあります。もし延期ならお牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。 最もっとも、このことは今日の動画では、それほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。え今日は、このアーティファクトを中心に話を進めていきます。広志林市ハママシティジャパン。こんな情報が 手に入りました。シュメールの発掘物についての研究論文です。ウルですね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これは エンディルなのか、エンキなのか、ということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、エンキであるというわけですね。しかし、まあよく見て、てます比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、縦髪そして顎の下にはふさふさとした髪の毛イコール毛があります。で、私はこれをエ、エ リると判断しました。まあ、今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、えー、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。guardian dogs と訳されています。ならち、護衛の犬と。 まあ、そういうことなんですね。もっとわかりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。 で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延キ、右が延リるということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンってことになりますね。 で、角があるなして判断します。で、さらに、ミトラ教の真事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の神がいます。右が縁起、左がエンリルということになります。そして右の方はですね、やがて、えフリーメイソンと流れ、銃の像へと繋がっていきます。 延期、すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、そこの鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわちルシファーということになるわけですね。えー、ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ紙ですけども、えー、プリメイソンの方では人間を解放した英雄、すなわちプロメテウスであり、えー、ローマンカトリックの方では サタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へとつながれ、そしてまあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。すなわち、縁起がエンリルを押さえたということをこの絵を表しています。そしてアメリカの一サスの裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、 アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうしてつながっていくということです。そして左が、これがエンディルということになりますね。そして角と一体してつながっていくということです。なあち、えー、一番上の左はエンディルであり、右がエンキってことになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメールの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、 シュメールの現地の研究者によれば、延期ということになっていますけれども、まあ体がですね、ライオン、ライオンであることから私はエンリルと判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあレリーフを見ていただきたんですけれども、ここにライオン顔の髪がいます。まあ日本でいう不動明王ですね。いわゆる、まあ恐ろしい、見た感じ恐ろしい顔の髪ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりに、 なるということです。なあち、このアーティファクトはエンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬はこのように犬ではなくて、エンリル延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、なりますが、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の え、領地であるぞということをこのように紙を並べて、え、示したということになります。で、まあ、ここではエンリル・ブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリル・ブルっていうのは現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけども、この、えー、ミトラ教の真事の様子が大きな手がかりになりました。で、左向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのがエンキということになります。 エンリルは普通ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして塩気は三角形で表されることが多いです。そして、まあ下にまあお見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ並べてみますと、右が塩気、左がエンリルということになります。そしてこの中央にあるのは、当然まあミトラ、のミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる、 神の中の神すなわち、えアフラマズダーということになるわけですね。日本風に言えば、大日、如来ということになります。もっと言えば、アヌオだったかもしれません。あるいは、アヌオがアフラマズダーの名前を語って、地上に君臨し、君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、綺麗に説明できるということですね。すなわち、日本の神と、そして、シュメルの神はこのようにして繋がっている。もちろん、 日本のの紙方が先ですよ。そこは誤解しないでくださいよ。シュメールから日本へ来たのではなくて、日本からシュメールに行ったということになります。続くくビデオどうかご覧ください。Bye for now. Today's story is about guardian dogs in Kongo Buji Temple, Koyasan, Japan. But they are not guardian dogs as have been said in the history of Japan. They are a lion and a unicorn, or Enlil an and Enki, ancient gods. Here is its evidence. おととい時のKoyasan Kongo 向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側がエンキですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。 まあ、エンディルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、えー、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンディルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあこうした絵もあるということですね。しかし下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。えー、今後無事でもですね、いわゆるまあ樹海の儀式をですね、えー、体験することができます。 全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして、あの、儀式をします。まあ、左がエンリル、右がエンキということになります。で、エンリルはライオン側ですね。で、エンキの方は、まあ、三角形ですねで。左右反転していますと、位置関係が同じになります。えー、向かって、右側がエンリル、ライオン側ですね。そして、左側がエンキ。すなわち、まあ、やがて、フリーメイソンへと繋がっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。 まあ、プロメテウスってことになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側が、はですね、ルシファーと位置づけています。で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、あの、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、えー、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、 ま、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、えー、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるズサだということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。 まあこうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマズダーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、 この西洋風に言えば向かって左側が縁りえ向かって右側が縁起ということになります。頭に髪の、髪髪がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。なあち、犬ではないということですね。が、しかし、ネムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ、像によればですね、バモンバンと。そして獣、毛玉の、 ラマックス、ラマッツですかね像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットっていうのは、リーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。えー、日本の大日のようたまたまですね、今後無事の、いわゆる根本台頭の中にある、まあ、あの、大日のよりも同じ帽子を被っています。ご覧ください。 なわち、門番でもなければ、獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する寺院であるということを示したわけです。門番という発想は、日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立っているから。そしてこれが、まあ、駒、犬となったわけです。もちろん犬,だけ犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね。 えー、小屋さん今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっとしたかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そしてみんなですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは延期の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。 遠い過去においてはですね、えー、延期も遠離流も仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、コマ犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France and Hiroshiashi, h y a Japan. Guardians dark a n d mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬は Enlil であったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうかそれとも別の動物なのでしょうか まあ、コマ犬っていう以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、このコマ犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、コマ犬は、まあ、エジプト、 ま、ライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、コマ犬として日本で発達したと。ま、日本独自の、ま、コマ犬が出来上がっていったというわけですね。ま、しかし本当にそうでしょうかま、単純に考えれば、ま、失礼な言い方からになるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそうことになりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうかま、少し回りくどい説明になりますけども、優子さんからこんなメールが届きました。 イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、中、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいしかユニコーンが右側にいると。そして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であるとい。いわゆるそのライオンが、 ユニコーンを抑えているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これはあの、ま、ギリシャ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、自由の像、アメリカの自由の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところは、この自由の像というのは、あの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。で、ディオニソスをモデルにして、あの、 まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、えー、髪の毛も同じです。そして、えー、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、リオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、えー、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま,また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、鎖で巻かれていたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につば割れてっていう、お腹のところに、ま、鳥がいますね。では、なぜ、自由の像がですね、ディオニッソス像であって、プロメテウス像でないかというと、答えは、まあ、簡単なんですよね。要するに、プロメテウス像というのは、 まあ私が知る限りでも2体しかないわけで、しかもその、そうした像にはふさわしくないポーズをしているということではないでしょうか。で、延期の話になります。延期は、まあ人間を作ったまあ神様であると。まあ神様というかね、あの、あの、まあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まああの、カトリック側に言わせれば、ルシファー、ー悪魔なんですね。 まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上のが、マリアンです。マリアンも、フリギャ帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギャ帽は当然、ミトラ教の流れを組んでくるわけです。そして、あの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そして、フランス革命が起きるわけです。そして、その上に当然いるのが、ミトラであり、ミトラであり、その上にいるのが、ゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの、 自由の像が、あの、生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、まあ、当然、えー、延期ということになるわけです。まあ、その上になりますと、今度はアフラマズダ、アヌオからアフラマズダっていくわけですけどもね、延期、ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボートきて、フリーメーソンにその流れが継がれて、そして、えー、自由の像へと、アメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。 まあこういった流れがあり、の中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、あセリー、あの木村さんが送っていたくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、いわゆる、まあ、ポイントなんですね。なわち、えー、フランスの方ではあ、ライオンを押さえている。なわち、エンデルを押さえ込んでいるっていう意味なんです。そして手に持ってるのが、まあ、あの、フリーメイソン。 のマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆる、ああいうプロビデンスなんですね。設立の目です。あるいは、i o いうプロビダンスとていうのはもともとの言い方だったんですけどもね、ああいプロビデンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエン、エンキそして右ののが、エンリルということになります。こうして二派が分かれるわけですね。真、まあ、こうから対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、エンキは人間の それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。 で、これはイギリスの王室の文章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることがわかりますように、えー、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の真事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この真事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にあるのがエンディルで、右に書き込んであるのがエンキーいうことになります。中央にいるのはミトラ教の真事ですから、当然ミトラの、ミトラがこの絵が描かれています。 ま、こうしてあの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだってことわかりますか真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見ていただ、見てください。これはあの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシボルマークですね。そして真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、まあ、こうして中央に大きい、そして真剣を持っている大きい左右に紙を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるイュタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、二言の兄弟ですけども、ウトゥーとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロニアを支配する女神となっていきます。もちろん日、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、 まあ、プロメテルスなんですけどね、プロメテルスになって、そしてそれがフリーメルソンリに繋がり、そして、えー、エンリルの方は、ヤーフェ、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックと繋が,がっていくわけです。エンリルとエンキ。いわゆる、ま、なっていますか。あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本のコマエニと繋がっていくわけです。 で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスの、えー、ミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがあミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギャ帽を被ってますね。いわゆるトルコ、チューブの古名ですあ。これがフリギャ帽です。そして、まああのー、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギア帽をかぶってますね。えー、フランス革命の時に、投資たちはみんなこのフリギア帽をかぶって、えー、フランス革命の投資として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましてフリギア帽フリギア帽とわるミトラ、ミトラというのはフリギア、まあトルコ中部で生まれた、生まれては、あのー、 ルルリキアで、生まれるんんででですすけどリキアで去っていくんですねこれがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしているわけですが、まあ、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしているわけです。人間離れしていると言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。いわゆる銃刀。いわゆる銃の頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうか。しかし、これはあの、銃刀でありませんよ。真剣を出す。棒を持って ますから日本では尺って言いますね。で、一番右の不動明王はそれを持っています。なあち、不動明王はエンディルとってことになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エンディルいわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エンディルってことになるわけです。なあち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、 この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。延期の、延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を変えたのが、アイオ・プロメテウス。プロメテウスの目が、ローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメーソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、え、ー いわゆるその、がありますね。当地があります。この当地が、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、未霊になり、そして、えー、自由の像は、あ松明を掲げその流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、未霊は密教となり、日本の空海,空海によって日本に伝えられ、屋野山で、えー、こうしたごまとなって、まあ、その新人が残っているわけであります。さあ、不動明王イコ,イコールエンリル。えー 今、あの、向かって左側にいるのが、あの、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが真事を行っている、まあ、まあ、悪、ま、の、あね、今風に言えば、まあ、あの、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり冒頭輪を持っています。不動明王も、某、真剣を表す冒頭、王剣を表す輪を持っています。こうして、まあ、なってますか、真を行うわけですね。 そこでガーディアン・アニマルズいわゆるそのなってますから動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように日本のですね、神社もですね、真ん中に神様王を置いてですね、こうというか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろんガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ日本ではコ、ま、犬というふうに、まああのしてしまいましたけれども、犬なんかじゃないっていう、まあちょっと通りま、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、えー、アタムさんから次のようなメールが届きました。まあこれはこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。 ゆ子さんの話と、それから、あたんさんからのメールを、あの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコマ犬と呼んでいるコマ犬はコマ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタムさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、あシ,ュメまあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらにあ、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あの、その一つ別の証拠としまして、これ私たちはこれをシシバエと呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、あライオンなんかじゃないですよね。 まさに、エンリルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のが、あの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジル、まあ、ペルーの、ここあ、あ、ここはボリビアになりますかね。ここであの、ボリビアあ,あの、<laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかっているこれこれ。これはペルーで見つかっているんですよね。確か。あの、こうしたも、あ ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。あの、これが、あの、ペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、 あの別にガーディアンでも何でもない神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように同じコンセプトで同じに作られているということなんです。すなぜち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならばペルにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、ま、あのこれは神様であるということになるわけですね。すなぜち、エンリルを表しているわけです。 となると、ここでまたつながっていきますね。なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き続かけず、環太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルの、その、流れがですね、えぇ、ー、ま、はじめに、ま、インカへ伝わっていく,くわけですけども、まあ、それがペルシアに伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される。そして、右の方でインカにも渡わたる。インカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、あの、ペルシャから今度は英、u ーにわたって、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる、日本が、日本がその中心点にあるということなんですね。その,この コマ犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つっていうことになるわけです。で、これがコマ犬ですね。皆さん、ご存知の。これはもう犬なんかでもない、ライオンなんかでもない、もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない、神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいました。ありがとうございました。バイ。 Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped. パブロ・ピカソの代表作でもあり最もよく知られた作品が「ゲルニカ」ですゲルニカというのはナシス・ドイツイタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊された スペイン北部のバスクの田舎の村の名前ですその爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですがその絵は1937年にパリで開かれた万博会場を並びに世界中で公開され それによってスペイン内戦は広く知られることになり同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますがあの「ゲルニカ」は本当に爆撃された「ゲルニカ」をテーマにして描かれた絵なのでしょうかもしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります繰り返しますもしそうなら ピカソ自身もそれが何の絵であるかか知らななったとということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ「ゲルニカ」として発表してしまった可能性があるということです。というのもその絵の中には私、林宏が発見し林宏しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも、 1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりましたその証拠と証明広浜ある著名な美術評論家は次のように書いています 白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている左下で倒れている人物はピカソ自身であるという なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだとが本当にそうでしょうか順に解説してみますでは林博志方式でこの絵を検証してみますまず気がつくのは 中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様ですこれは何かということですけれども私はこれを目と判断しました目の下から14本の光線が出ている点に注意してください右はフリーメイソンのシンボルマークですでこの目のような模様の下からも14本の光線が出ているのが分かります 14つまり 7×2、7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7、7、 でつまりこのような形でつまり目を描き14本の光線を描くことによってパブロ・ピカソは自身がフリーメイソンもしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しましたその証拠がもう一つ描かれています中央に まあドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注意してください。トーチです。ランプで表してありますけれども、トーチを模したものと私、林博は判断しました。右が自由の像のトーチですね。中央がそれを拡大したものです。比較してみてください。 こうしてパブロ・ピカソは自分自身の立場を明確にしたということになりますプロメテウスの目そして14本の光線そしてこの当時がその証拠ということになりますでは左下の人物は誰なのでしょうかどこかの美術評論家が言っているように ピカソ自身なのでしょうか答えはノーです中央に馬が描かれています馬に踏みつけられていますこの構図はダビンチなる画家が描いたとされるあんやりの戦いの中の絵に表現されている構図と同じですあんやりの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です頭からは血を流しています そして馬に踏みつけられています構図が同じです頭の周りを見てください血が流れ出て,ていますこれは血を表しながらも実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断していますこれは森本聡さんという方が教えてくださいましたそしてこの人物が イエス・キリストであるという証拠はこの人物の左の手の甲を見ていただくとわかりますそこには聖が描かれています。こうして1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通してそしてあんやりの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました 頭からは血を流すその血が降臨をかたどっていますそして左手の甲には性魂が描かれていますそしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていてそして動画で発表したのは2012年以後の林宏ということになります。ピカソが知るよしもなかった事実ということになります。 左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということはその絵の中にその証拠が残っていますこの人物の手のひらを見てくださいここには五ぼう星が描かれていますつまりこのような形で性痕を五ぼう星に隠してピカ,ソはピカソが描き込んだということになりますわかりやすく言えば シンボライズされたとということになりますつまり左下の人物はイエス・キリストということになります繰り返しますがパブロ・ピカソは「聖婚を五ぼ性で表現したということになりますでもう一度繰り返しますパブロ・ピカソの「ゲルニカ」です左下にいるのはイエス・キリストです 馬に踏みつけられていますその構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図ですアンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し動画で発表したのは私林浩ですそれ以前には誰も知るよしもなかったことですさらにここに牛が描かれていますが 闘牛牛の牛だそうですとんでもないこれは闘牛の牛などではありませんこれはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけどもその絵の中にノアと3人の息子の絵があります左上に注意してくださいここには馬と牛が描かれています牛といえば縁起を表すシンボリックな動物ということになります馬はそのの息子の マルドックであると私は考えていますが今のところまだ解説の段階ですともかくもここに牛が描かれています牛はエンですエンのシンボルが牛ですつまりここに描かれているのは神々であるということになりますではその牛の下の人物今まるで囲んだ部分の人物は誰かということですけども女性と赤子のようです右はシュメールの イナンナですまたの名をイシタそしてヘブライ名をマリアと言います女王はラファエルの書いた聖母子の絵ですそれと同じ構図でパブロピカサの中に母と子が描かれていますつまりここに描かれているのはマリアということになりますそして赤子の目を見ていただきたいんですけども白目で描かれています死んだ子供の目ということになりますマリアは 人間の子供を食ししていましたつまりここに描かれている人物たちはですねゲルニカの空爆の下で逃げ惑う人々を描いたものではなくてつまりは神々の世界を描いたものだということです順に左から「ゲルニカ」を見てみます。延期つまり プロメテウスですそしてその下にいるのがマリアとその餌の子供ということになります。そしてその下にいるのが替え玉のイエス・キリストということになります。上に表現されているのがいわゆるフリーメーソンのシンボルマーク。そしてここに描かれているのがあえて言うならばマリアンヌということになります。フランス革命で活躍したマリアンヌです。 松明を掲げていますそして右にいるのがまあもがき苦しんでいる人間ということになりますこの絵の構図はそうなっていますパブロ・ピカソ自身はこんな絵を描きながらあるいは正確には描かされながら多くの美術評論家の解釈に対して次のように反論しています 引用、p b s PBS, t r e a s u r e s OF THE WORLD よりお牛はお牛だ馬は馬だもし私の絵の中のものに何か意味を持たせようとするならそれは時として正しいかもしれないが意味を持たせようとするのは私のアイデアではない君らが思う考えや 結論は私も考えつくことだが本能的にそして無意識に私は絵のために絵を描くのでありものがあるがままにものを描くのだ繰り返します君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが本能的にそして 無意識に私は絵のために絵を描くのであり、ものがあるがままにものを描くのだと、つまり、パブロ・ピカソ自身もどうしてこんな絵を描いたのか分かっていなかったということになります。つまり、その事実こそがですね、もっと言えば、このピカソ自身の反論そのものがですね、パブロ・ピカソも その絵を誰かによって描かされたという証拠になるのではないでしょうか。Bye for now.